皆さんこんにちは。今年からメジャーに挑戦し、アスレチックスでプレーしている藤浪晋太郎選手。しかし開幕から打ち込まれる試合が続き、先発ローテを剥奪。その後中継ぎに転向しますが、中継ぎでも安定感がなく、防御率は驚異の10点台に。まだメジャーレベルではない、なぜメジャーで投げてるのと辛辣な評価を下されていました。しかしここ最近、藤浪選手の様子が変わっています。一時期登板すると打ち込まれるケースが目立った藤浪選手ですが、7月9日のレッドソックス戦で登板し無失点に抑えると、これが6試合連続無失点となりました。防御率は前半の大量失点が響いて、まだ9点台と高いですが、明らかに以前の藤浪選手とは違うボールを投げ、打者をねじ伏せている藤浪選手。一体なぜこのように抑えることができるようになったのでしょうか。そこで今回は藤浪選手の覚醒の理由などについてご紹介していきます。甲子園優勝投手として日本を沸かせ、鳴り物入りで2012年に阪神に入団した藤浪選手。高卒1年目から2桁勝利を達成し、新人特別賞を受賞。2年目も2桁勝利を挙げ、早くから阪神のエース投手として期待されます。3年目にはさらに飛躍し、高卒3年目にしてシーズン200奪三振を達成。この若さでの達成はダルビッシュ有投手以来でした。さらにはリーグ最多の7完投4完封をマーク。成長が止まらない藤浪選手にファンはさらなる期待を寄せます。しかし2016年は序盤からは新人時代からの疲労が溜まっていたのか不調で、また当時監督だった金本監督による161球の晒し上げ投球もあって調子を落としていきます。2017年からは右打者にボールが抜け死球になるケースが増えていき、基本的に内角に投げる必要のない大瀬良投手や天才的な内角さばきと回避能力を誇り、死球が極端に少ない坂本勇人選手にまで当てる始末。藤浪に右打者を並べるのは危険と言われ始めます。特に2018年と2019年は不振に苦しみ、出番も激減。しかし2020年はコロナの影響もあってチーム編成が困難となり一軍に昇格。中継ぎとして活躍し徐々に調子を上げます。そして2021年に開幕投手に抜擢、四球を連発しながらもなんとか試合を作ります。しかしこのシーズンは活躍できず、年俸も1億以上もらっていたのに気づけば4000万台に。しかし2022年は開幕投手予定だった青柳選手がコロナで出場できず、急遽代わりに開幕投手に。成績こそ負け越しましたが、これまでの四球を連発する課題は改善され、本来の姿に戻りつつある状態を見せました。もともとポテンシャルは高く、メジャーで評価されてたことや阪神球団の好意などもあってメジャー移籍を決断、アスレチックスに入団しました。ただ日本で近年悪感の成績を残したわけではないので、日本では通用するのかという疑問視する人と、逆にメジャーなら通用するのではと、根拠はないけど環境を変えて復活するのではないかという意見が半々でした。このような評価の中、海を渡った藤浪選手ですが、オープン戦では先発として起用されると好投を続け、なんと開幕ローテを勝ち取ります。やはり環境を変えたことで良くなったのではと思われましたが、デビュー戦では3回途中5安打8失点で KO され敗戦投手になり、2戦目も4回3分の1、79球を投げて被安打3、5失点、四球4、1奪三振で2敗目、3戦目は7回途中3失点、しかも6回までは無失点と好投を見せたのですが、4戦目では2回3分の1を7安打8失点3四球2奪三振と大乱調。自身4連敗を喫し、中継ぎに配置転換されていました。この乱調の理由は制球難ですが、短いイニングなら対応できるかもしれないという期待もあって中継ぎに回ったのですが、そこでも制球難は解消できていませんでした。一方で5月11日のヤンキース戦では2回3分の1を無失点に抑え、13日のレンジャーズ戦では延長10回1し1、2塁に救援登板、1四球を与えて満塁にするものの無失点で切り抜け、その裏の逆転サヨナラ劇を呼び込み、メジャー初勝利を手にしていました。ですが5月16日のダイヤモンドバックス戦では7回から登板し1回3分の1で4安打を浴びて2失点の不甲斐ない投球内容、連投となったこの日もまた結果を出せませんでした。これで成績は13試合に登板して1勝5敗、
25回23分の2を投げ、防御率は 12.6、 負け数はチームで最多となり、36失点でウィップは最悪の 2.14。 ウィップとは1回を投げるにあたり平均どのくらいの走者を出すかを表す指標で、平均は 1.32 になります。藤波選手のウィップがどれほど悪いか分かりますね。このように5月時点では非常に悪かった藤波選手ですが、6月に入ると徐々に馴染んできたのか、内容のいい登板が増えていきます。4月、5月は防御率10点台だった藤波選手ですが、6月は9試合に登板し、うち3試合でオープナーとして先発、起用に応えられない日もありましたが、1勝2敗、防御率 4.35 と明らかに内容を改善させており、そして7月は9日終了時点で5試合に登板し、防御率は 0.00、 つまり点を取られていません。さらに7月2日のホワイトソックス戦と7月5日のタイガース戦では1イニング完璧に抑えると、その後チームが逆転したためリリーフながらまさかの2連勝をマーク。そして7月9日のレッドソックス戦ではリリーフ登板し、8回のピンチを無失点で終え、3分の2回を無安打無失点、メジャーでの自己最長を更新する6試合連続無失点となりました。この日は捕手がど真ん中に構えるスタイルでの投球で無失点。インターネット上にはキャッチャーはど真ん中に構えて、投手はただただストレートを投げ込んで抑えるってタッチじゃん、キャッチャーミットをど真ん中に構えてそこに投げさせて行き先はボールに効いてくれってスタンス、上杉達也みたいだなの声が上がっています。また6戦連続無失点には、中継ぎで5勝してるのはすごいが10勝してほしいね、先発のこだわりはもう捨ててリリーフ専任でやってほしいな、この男にはロマンがある、阪神のクローザー問題は富士補強しかない、今がスランプなんじゃないのか。これでもまだ信用はしてないけど、明らかに改善傾向なのは確か、前世紀のダルビッシュを思い出したなどの声も出ています。連投となったこの日も球の勢いは十分でした。3、4の8回1死2塁の場面で登板すると、先頭のアローヨ選手を 98.5 マイル約 158.9 キロで右ひ、自打者のジャン・ユーチャン選手はこの日最速の 99.7 マイル約 160.4 キロ直球で確実に右飛びに仕留めました。前日の同カードでもリリーフ登板した藤波選手、3、10と大差をつけられた場面での登板でしたが、確実に自分の仕事を全うし、最速102マイル約 164.1 キロ直球を軸に力で押し込み、1回を1安打無失点1奪三振、安定感を示して登板を終えています。藤波選手の連日の好投も実らず、チームは4連敗で今季最多の借金42、前半戦を25勝67敗で終えました。藤波選手は先発だった序盤戦こそ安定感を欠きましたが、リリーフへの配置転換後は本来の実力を発揮、ここまで31試合の登板で5勝7敗2ホールド、防御率 9.00 の成績でメジャー移籍初年度の前半戦を終えました。このように春先は防御率10点台でしたが、夏に入ってくると安定感のある投球を見せ始めた藤波選手、一体覚醒の理由は何なのでしょうか。一つ目はフォームの変更です。実は藤波選手、シーズン中にフォームを2段モーションに変更しています。藤波選手の制球力の悪い理由の一つとして、上体が突っ込みやすいという特徴がありました。しかし2段モーションにすることで間を作り、体が前に突っ込みにくくしたわけですね。このフォーム変更後、藤波選手の制球力は改善、四球率はフォーム変更前は下位 2% の 16.9% でしたが、フォーム変更後は平均を少し下回る程度の 9.1% にまで下がったのです。また MLB が公開している投球マップを見ると、5月まではかなりばらけていましたが、以降はかなりまとまっており、さらに低めを中心にボールが集まっています。濃紺のイメージがある藤波選手ですが、今はそこまで濃紺ではなくなっているのです。さらに藤波選手は制球力だけでなく、なんと球速も上がっています。もともと球速が持ち味である藤波選手、日本でも160キロを投げていましたが、フォーム変更後の平均球速は 99.4 マイル 159.4 キロと、なんと世界最速のストレートを投げる、あのアロルディス・チャップマンと同率で MLB 2位の記録です。さらに最速も164キロまで向上、164キロのストレートを低めに投げられたらさすがにメジャーの選手でも手が出ません。
これが現在メジャーで抑えれてる一つの要因でしょう。二つ目は先日の試合紹介でご紹介した捕手の構え方もあると考えられます。制球難が治ったとはいえ、下手にコースを狙うほどの制球力はまだない藤浪選手。ボールは一級品なので、真ん中に思い切って投げさせた方がボールに力も入るし、打者も打てないでしょう。本来こういった投球をすると安定感がなくなるはずなのですが、この方法でここまで結果を残しているので、ある意味正解なのでしょう。このように見事メジャーで花開きつつある藤浪選手、もともとポテンシャルだけなら大谷選手より上と評価されていました。実際プロに入ってからも藤浪選手の方が早くから活躍しており、評価の高い選手でした。長らく制球難に陥っていましたが、逆に言えばこの制球難さえ治れば無双できると評されるほど凄まじい力を持った投手でもあるのです。そんな藤浪投手ですが、もう一つ覚醒の理由としておめでたい噂があります。それが結婚と妻の妊娠です。しかもなんと藤浪投手の妻は山本さやかさんだと言われています。スポーツ紙で対談も果たしている藤浪選手と山本さやかさん、数年前より幾度となく噂になったお二人ですが、山本さやかさんの現在開催中の全国ツアーが一段落ついたら結婚を発表するのではないかと言われています。また妊娠も噂されており、一部ではお腹の中の子供を認識してから藤浪投手のボールが覚醒したなどと言われていましたが、山本さやかさんは現在全国ツアーの真っ只中ですので、さすがにお腹に子供がいるとは考えにくいかもしれません。いかがだったでしょうか。日本時代にはそのポテンシャルを発揮できなかった藤浪選手、メジャーでも当初は大いに苦しみましたが、ここに来てようやくポテンシャルを発揮し始めています。果たしてこの快進撃は続くのか、そして来季以降の契約を勝ち取る投球をさらに見せられるのか、注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。